2枚ドロー。切り裂かれし闇、デーモンソルジャー。通常モンスターが召喚されたら1枚ドロー。俺は転移無双の限度、スキルドレインをセット、ターンエンド。どうだ、これがお前デーモンの強さだ。ライドニングボルテックス、ふん、転移無双の剣発動、相手の魔法とラップ、モンスター効果を無効。しかも通常モンスターがいるだけで無条件で無効。しかも3ボールもあるからな。アルバスの烙印、ふんふんふん、そんなものね、このカードがあるから無駄よ。スキルドレイン、ええやんけ、これ。これは素晴らしい。次のターン。おっしゃ、やばい、楽しい。おい、楽しいぞ、このデッキ。強欲で金満な壺発動。6枚除外、2枚ドロー。俺は、デーモンソルジャーを生贄に、デーモンの召喚を召喚。なんで、これ、切り裂かれし闇発動せえへんの。あ、これはあれか。ダウル、ドローできへんの、ね、なるほど。魔光雷、さらに、攻撃力はアップ、やばい。そして、カイザーコロシアム。おいおいおい、切り裂かれし闇があるから攻撃では絶対負けない。カイザーコロシアムがあるから相手はモンスター1体しか召喚できない。そして、スキルドレインで効果は無効。今お前デーモンの召喚が輝いてるぞ。これデーモンが強いんか。そらそうやろ、お前見ろよ、お前これデーモンの召喚しか立ってないのに敵めちゃくちゃ苦しんでんねんで。なあ、え、補助輪めっちゃつけてるけど、とんでもないでかいタイヤつけてるけど、でも結局補助輪がな、そう、つけられるってことは、それぐらい、そう、つけられる人がすごいってことやねんから。でもさ、いや、入れようとしたらね、5枚ぐらい、6枚やな。デッキ6枚増えるから、バランスが崩れる。切り裂かれし闇効果発動、相手攻撃表示モンスターの攻撃力分、デーモンの召喚は攻撃力がアップする。ああ、はははは。かっこいい、おい、かっこよすぎるって。攻撃力5200のデーモンの召喚。魔光雷、どうや。しかも手札に羽防御と3ボール抱えてるっていう。ドロー、ゴードン、ふん、終わらせてやるわい。ゾージーの攻撃いけ、2500きっちり。魔光雷、しゃー、やばいって。ちょっとちょっとちょっと、これ